お待たせいたしましたそれでは再開させていただきますえここからは海外事例から学ぶ次世代革新路開発を取り巻く課題と取り組みと題しましてパネルディスカッション形式で進めさせていただきますすでにご登壇いただいておりますが改めて皆様をご紹介させていただきます本パネルディスカッションの座長は公益財団法人原子力安全研究協会の山口明先生にお務めいただきます山口先生よろしくお願いいたします そしてパネリストをご紹介いたします先ほどご講演をいただきました国際原子力機関 IAEA のドヒーハン様ですよろしくお願いいたします <laughs> そしてアメリカテラパワー社のジョン・ディーマックワーター様ですよろしくお願いします イギリスエネルギー安全保障ネットゼロ賞デスネスのアレキサンドラグリーンウェイ様ですよろしくお願い致します <laughs> そしてオンラインからのご参加となります先にご声をいただきましたフランス原子力代替エネルギー長 cea のバレリーバンデンベルク様ですよろしくお願い致しますオンラインはつながっていると思います <laughs> そして日本の現状をお話しいただく方といたしまして <laughs> 経済産業省の安良が悟る様よろしくお願いいたします国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の早船裕樹様よろしくお願い致します以上七名の皆様にご参加いただきますではここからの進行は山口先生にバトンタッチしたいと思いますよろしくお願い致しますえっと山口でございますあのそれではこれからあのパネル ディスカッショあの今スライドにあのパネリストの皆様映、えー、していただいてますけれどもあの今日お昼休みにあの少しどんな論点を挙げればいいのかということで、えー、議論いたしましたでそれでいろいろなご意見をですねそれぞれの国の事情,事情から、えー、ご意見いただきましてでこういう形でですね安全性とセキュリティ それから国際協力、まあ、特にあの国際協力はです、ね、あの技術開発とかあるいは革新炉を建設あの開発するにあたってはいろいろなあの施設が必要になってまいります、そういったもの、それから当然ながら新しい技術ですので新しくまたサプライチェーンを構築しないといけないということ、これもえ国際的な取り組みになるかと思います。 でそれから新規国の原子力基盤整備ということであの例えば小型モジュラー炉などは非常に多くの,、まああの比較的規模が小さくて当初の投資が少なくて済むと建設期間も短いだろうということで多くの国が関心を持っている中あのそういう原子力基盤整備どういうふうにやったらいいのかそれから、えー、その次がです、ね、パブリックエンゲージメント。 これなかなか日本語でパブリックエンゲージメントっていい言葉がないんですけれどもあの講習の理解と課題共有というようなこと、うんまあ、我々のいろいろな革新路に関する議論や意思決定に一般の方々にこうどんどん入ってきてもらってですね共有してやっていくということそれから最後ですが今日お話にもありましたようにあの革新炉といっても非常に多くの種類があります。あのサイズ冷却剤 それから用途、それからあと陸上か会場か移動できるかどうかとかですね、まあそういう多様な革新路で、あの当然あの先ほどのお話にもありましたように全部ができるわけではないので、それどういうふうに考えるか、こういう論点六つを挙げてみました。あのぜひ会場あるいはオンラインの皆様もこういう点で今まで自分でこうあのいろいろ考えていたことを 疑問に思っていること、まあ、そういうものが、ですね、まあ、もしかしたら今日のパネル討論であの腑に落ちたということになればと思いますので、ぜひあの途中で質問をお受けしたり、ご意見を伺いたいと思いますので、あのその際はあのよろしくお願いいたします。えー、ということで、あの早速、えー、と1番目、安全性とセキュリティという課題から入っていきたいと思います。あの日本でも あの次世代革新炉はですねあの新しい安全メカニズムを導入して安全性を向上させた次世代革新炉、まあ、そういうふうに言ってるんですでその安全性はですから今の季節の炉に比べてやはりちゃんと信頼が得られるように安全性を高めたものということで少し、えー、とそ,そのことについて、えー、と議論したいと思います。 でじゃあ安全性を高めたというのはどういう意味かというところも含めてですねあのそれぞれの国でのお考えとかあるいは同姫・ハン先生は IAEA でいろいろな国の事情を見ておられると思いますので、えー、伺いたいいたと思いますでそれで同姫・ハン先生にやはり IAEA ではいろいろ安全性に関する企画なども。あの 提示しておられて、我が国でも非常にそれを活用しているところです。ぜひ、次世代路の安全性、あるいはセキュリティといったものにどう取り組めばよいのかというのを、えー、お考えをまずお聞かせいただいて、まあ、それを口火に議論進めたいと思います。えー、とドーヒ・ハン先生、いかがでしょうか Thank you very much for this opportunity.、Um when we talk about uh, safety and security, uh, let me focus on smrs. Uh, there are many different ideas of design concept and also different concepts of deployment. because of these unique uh, ideas, uh, safety and security becomes <coughs> a challenge. for safety, for example, uh, IAEA is trying to use safety standards which have been already developed for large nuclear, uh, wa large water cooled reactors. But SMRs have different uh, designs, non water cooled, and different approaches. So, internally within the agency, we uh, did the study to review the existing safety standards. For the applicability of non-water-cooled SMRs, so the summary has been already uh, summarized. In the the results of the review have been already summarized in our report, and there we could identify some of the safety standards which can be uh, applied as is, and there are some missing uh, standards which need to be developed to cover different ideas and also. We identified several standards which can be easily adapted to address uh, new uh, safety, uh, new designs. And also for uh, the uh, exchange of information about the licensing and regulatory framework among the regulators, we have SM uh, SMR Regulators Forum uh, with the participation of uh, multiple national regulatory authorities for the information exchange. And also, uh, after they uh, identified common issues, they worked on uh, to develop common approaches to address that kind of issues. And also, for example, um, there are high expectations about uh, reduced emergency planning zone. For small modular vectors, because of its small size and uh, reduced source time. And we conducted coordinated research projects on this uh, topic. And this, uh, it was a multi year effort, about four years. And we are now summarizing the results in a report. And this will be issued pretty soon. And for security, because of its unique design features and also different uh, mode of deployment, especially in remote areas, security becomes an issue. And also, when we have multiple units, uh, digital technology becomes important, then cyber security also becomes very important. So, we are trying to address these kinds of challenges by looking at technical issues. And also, uh, the interface between safety and security becomes important. Uh, if we have uh, too tight uh, safety requirements, then security may be uh, uh, less uh, implemented on a lower level. So, we are trying to identify potential issues and uh, synergies by having the interface between safety and security. Um, one example of uh, looking at potential issues on safety and security is uh, focused on floating nuclear power plant. For a floating nuclear power plant, uh, if we have a uh, host country, a user country, and supplier country in different countries, then there is a, a challenge in transporting the, the assembled uh, small modular reactors on a barge or a ship. it has to go through the, sh the sea. if it is multinational, then it becomes very important to know the routes. and also if we are thinking of loading the fuel in the factory, then it becomes nuclear facility. then there are potential issues from the perspectives of safety, security, and safeguards. so these kind of potential issues will be discussed in a couple of weeks, in november, middle of november, in an international uh, symposium ho hosted by the iaea. Uh, these are the, some of the uh, activities we are conducting within the iaea. thank you. thank you. あの,ロのタイプとか、あるいはあの新しい技術の導入とか、あるいはその路の利用の仕方とか、いろんな観点で、次世代の革新路に特有の安全性セキュリティの問題があるというご指摘いただきました、あのもうすでに相当総括していただいたと思うんですが、他のパネリストの皆様から安全セキュリティこれ、大変重要なところですので、もしご発言ありましたらお伺いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。 あの例えば早船さん、j a j a では SDC セーフティーデザインクライテリアとかああいうものを新しい色に向けてあのそう早く議論されていたと思いますが、少しその革新路の場合のセーフティーあるいはセキュリティーどうあるべきか、少しご意見いただけないでしょうか。はいえー、JA ではあの革新路、路ジェネレーション4、第4世代路の安全性として いいろろもう10年以上前から国際的な議論を続けてきましたでその中で一番重要なところはそのシビアアクシデント福島第一発電所で発生した炉心溶液等のシビアアクシデントあれに対してきちんとプリベンションあの防止するような手立てとそれともし起こった場合にミチゲーションをそれを緩和する事故を拡大させずに放射性物質の 放散を防止する設計をあらかじめ設計に組み込みなさいというのがリクアイアメントになっていますでさらにその防止措置に対しても人の手を介さずに自然の設理自動的な動きで炉の出力が下がるそこをリクアイアメントにしておりますで、まあ、今後の原子炉っていうのは当然より安全な方向に向かっていくわけですから そのようなですね、あの第四世代路の考え方が当然入ってきて、えそれが世界標準になって、規制もそれに準じたものになっていくものだろうというふうに考えております。はい、どうもありがとうございます。あのここで今またシビアアクシデントに対する対応ということで、あの今の路と違うものでは設計の状態、いわゆるデザインエクステンションコンディションズとかそういう観点、あるいは プラクティカリエリミネイティドという今、ハン先生からもあの小型モジュラーロではあのそういうリスクも小さいからというお話もありましたがいろいろ新しいコンセプトが出てきたと思います。ぜひ、やはりこれはあの国際的にこれから安全セキュリティというのは強調してやっていくと世界的なスタンダードでですね。 安全性を高めていくというのは大変重要だと思いますのでぜひ国際機関などを中心に取り組んでいただければというふうに思いましたあのもし会場から安全性セキュリティについてご意見ご質問ありましたらちょっと伺いたいと思いますがいかがでしょうか何かございますかあのもし今なければまた最後に時間があれば少しお聞きしたいと思いますのであと他にはどなたはいじゃあ安田岡さんどうぞ あ,ありがとうございます今、山口先生、そしてドクター・ドーヒーとですね、早船さん、それぞれ指摘した論点のとおりだと思います。私のプレゼンでも一番最初に申し上げたように、エネルギー政策の基本というのは、やっぱりセーフティーが一番最初であるべきだと、分けてもあの原子力についてはですね、安全がとにかく一番大事なんだと、これは GX でも忘れてはならないものとして、常に最初のプライオリティを置くべきものとして、原子力安全を捉えてございます。 でここでその本当に SMR なども本当にたくさんの露呈がです、ね、今あるので非常にそのある種、市場の過渡期にある中でどういうふうにその共通の,その規制なりあるいは鉱山のスタンダードみたいなものを策定していくかというのはおそらくそれぞれの規制当局が非常にあの不信をされていらっしゃるんだなというふうに 我々の,そのある種推進当局であるあのエネルギー庁としても見ております。これは多分おそらく明日次世代革新炉の,その規制のあり方というようなあのまたセッションがあるのでそこでより深掘りされていくものだと思うんですけれども経済産業省としてもですね例えばジェネレーション3で言えばご紹介したような三菱重工とかあるいは東芝さんがですね今大型の軽水炉を発表している中ではやはり彼らがその売りとしている技術というのはパッシブセーフティーで。 そのシビアアクシデントが起きたときの前提としてですね、えー、安全性を担保するような、まあ、そういう取り組みを進めているとでそういうものに対して我々もまあ要素技術あのご紹介した中でのですね気ガスの,その弁当のときの放出防止であるとかあるいはそのアクシデントトーラレントフューエルですねあの水素爆発を防ぐようなあそういうところにも 投資をいたしますしまた、開発をしていく上でその規制基準各国のですね国際的な規制基準とどういうふうに説明を取るかというところで同妃先生からもご説明になったのは NHSI ですかねハーモナイゼーションスタンダイゼーションですね。 そういった議論が IAEA、e、のグロッシー事務局長のまさにリーダーシップで去年からそういった各国のです、ね、規制当局やはりその推進当局研究機関が集まって議論をしている場というのがありますのでこういった動向を私のセクションでもしっかりこれを追ってですね でそうした上えで、特に将来の規制基準にこう取り込む、国際標準みたいに取り込む上えで、どういうふうにそのこれから実証炉を開発していく上でも、あのどういった安全に対する要素技術が必要なのかっていうのは、えー、まさにジェネレーション o n 4の,この高速炉、高温ガス炉なんていうのは、これからそういったその設計をですね、基本設計に向かっていくものですから、あのそういったところであの国際機関やですね、あの同志国のフランスやイギリスやアメリカと一緒に進めていく上では、非常に重要なものだと。 あの持っております例えば、ご紹介したそのテラパワーとですね MOU を今週まさに2日前に改定したと申し上げましたけれども、その中でもシビアアクシデントの対策とかですね安全性向上というものがあの今後の開発方針の中に組み込まれているわけでございます。というのであの結論としては、々もですね経済産業省としてもあのしっかり今お示しいただいた論点をですねあの踏まえてあの開発を進めていくというところでございます。 はいいどううもありがとうございますあの安全性について、そういうあのやはり国際的な調和といいますかねあの、そういうことは非常に有効であるし、あるいはあの安全性を説明する上でも、きちんと歩調を合わせて調和をしな取りながら取り組んでいるというのは、ぜひ今後もそのような観点、重要だと思います。ででそれで あの安全性、今、国際的にも連携してという話をしたんですが、2つ目、3つ目のトピックスで、これ、両方とも国際協力なんですが、今度は開発をどうやっていくか、実際にものをどう作っていくかという話で、いろいろな技術開発とか、サプライチェーン、これもやっぱり一つの国でやるというよりも、国際協力、大変重要なんじゃないかというようなあのご意見もいろいろありました。 でこれについてはあのー、アレックスさんに、あのー、今日のお話の中でもいろいろな炉のタイプを検討されていて非常にあの国際協力といいますかいろいろな国の、あのー、サプライチェーンメーカーの方とかですねあるいはアイデアとかこう後半に取り組んでおられてでなおかつあのイギリスの原子力政策そのものも今、非常に前向きに。 ををを構築されててててていい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 いるというとととううううころなののののでででちょょっっっ国際協力にについてどど取り組んでいくくかかかか革新の新ししし技術や少口火を切たたただだご意見をいただけたらと思いますが So, the first thing that came to my mind when thinking about kind of international cooperation is actually the work、um, done through the G7 this year under Japan's Presidency, so um, it's not so much to do with the technical cooperation or development of um, advanced nuclear, but the sort of underpinning supply chain I think is really important. Um, I'm sure John can can speak to you about uh, HALU supply chains at length. But um, so during the uh, G7 this year, there was a commitment from um, the five nuclear nations at Sapporo. Um, so that was France, Canada. Uh, japan, u.k. and u.s. to work together to create a kind of safe uh, and resilient fuel supply chain um, and divest from russia following um, their invasion of ukraine. Uh, and i think that was a really kind of strong statement of international cooperation. Um, and it was followed up by kind of lots of discussions bilaterally. so um, the u.k. and u.s. followed this up with um, a prime, a leader level commitment. Under the Atlantic Declaration to develop um, complete front-end fuel cycle capabilities at a variety of enrichment uh, amongst like-minded countries. So this this is kind of up to and including um, high ass high assay, low enriched uranium. Um, and so I think I think the international community has been kind of really well drawn together, um, and I think we're seeing a lot of uh, multilateral f multilateral settings kind of pushing for commitments for international cooperation to kind of drive forward um, this innovative uh, agenda so I think that's already positive from a kind of technical perspective um, I've spoken about it already but I think the um, UK Japan HTGR um, demonstration development program is also a really kind of key um, thing to to look at when we're thinking about international cooperation so recognizing the kind of expertise from from the uk of operating uh, gas core reactors but also the extensive um operational experience of of, of ja jaea as well um and kind of bringing that together i think is a really positive thing so i think there's lots of international cooperation happening um and it feels like a sort of very positive time which is which is great 同じく国際協力で日本あの大変アメリカ、フランスとです、ねあのえっと、協定結んで協力体制、えー、非常にやっているんですけれどもあのバレリーさんとジョンさんに。 あの今、燃料の供給という話もあったんですが例えばジョンさん、日あの溶油塩炉とそれからナトリウム冷却炉の話をされてでいろいろ試験施設、試験研究をやるという話もされたと思います。であの当然ながらナトリウム炉、溶油塩炉というと特有の機器もあるのでサプライチェーンもそれから研究開発も両方重要だと思うんですがアメリカで、 アメリカはむしろ国際協力という意味ではいろいろな施設を海外の人にオープンに使,ってあの使わせていただいているという立場なんですが少し国際協力の今後の在り方特にテラパワーでそういう新しい色をこれから作っていくときに海外との協力どういう形で進めていって、えー、オンスケジュールで,です、ね、そういう新しい色を作っていくのかちょっとそのあたりの計画やご意見をお聞かせいただけますでしょうか。 Thank you very much. Um, well, let's see. The first thing I'd like to say is um, there's more to a component than just a blueprint, a uh, plan. You have to have the know how for whatever it is to, to build the component. Um, I guess what I'm trying to say is if you handed me a stack of, of plans and told me to go build something, um, Without the experience to actually do that, or having done that, um, I think it's a very difficult task. So, the point I'm trying to make is um, we have a lot of nuclear components from older plants, and we have plans, but we're losing the know how to build these plants, to build these components because of the aging workforce. Um, each country has strengths and weaknesses in the development of components from a historical standpoint, and um, I'd also like to mention that you know we're going to have to achieve some kind of a balance. Each country would like to have domestic manufacturing, I think, for many of their components, but if we're going to have international cooperation in uh, nuclear power, I think we're going to have to also uh, realize that some manufacturers are better than others in different countries and take advantage of that. Um, in terms of fuel supply, so TerraPower is open to international uh, use, uh, international imports. In fact, we were planning on using Russian HALU. For our natrium plant, our first demo plant. We abandoned that route after the Ukraine invasion. Um, in terms of other places, there are uh, other sources of HALU that we are examining, and uh, it would be premature to discuss those in any detail. But we are um, very much so interested in, in HALU supply from, from uh, other countries the quantities that are ta being talked about for all of these different plants is, I won't say astronomical, but it's very large in terms of the total number of, the total tonnage of nuclear fuel that will be needed in a relatively highly enriched form, high SA, low enriched uranium, halo. So um, uh, from our perspective, we are very much open to the international uh, comp uh, international uh, cooperation for HALU. And uh, when it comes to other components, um, we undergo a competitive bidding process. I think every country would. But I think we have to always be aware that there are other uh, manufacturers in other countries. <laughs> ありがとうございますあのバレリーさんあのフランスはあのご存じ皆様ご存知の通りで、ね、7割ぐらい原子力をで発電をしていると、まあ、非常にその割合あの利用としては進んでいる国なわけですが。 あのでもちろん EPR とか EPR2 とかそういうどんどん新しい色の開発にも取り組んでいらっしゃいますけどやはりフランスにとっても国際協力っていうのは色々な観点で大変重要なところだと思うんですがあのフランスでのそういう国際協力への期待とか取り組みについてもコメントいただけますか、uh, Thank you.、Uh, yes, international cooperation is very important.、Um, I w o u l just Before talking about that, I will just go back a little bit on safety and security. Uh, as you said, for SMR and EMR, safety and security is most important. And there is, I think, two things we must take into account. The first thing is when you're talking to EMR um, producers, they're saying, okay, our uh, reactor is smaller, it has passive feature, so the safety is easiest, easier. To approve and to do than for large scale NPP. Um, this may be true, but it's a problem for a society acceptance because in France, when you say that people are saying, okay, then it means that large scale NPP are not as safe as small scale one. So we do have to always say that the safety is meant to be the same, it's just that the features that allow the safety are different. So we have to be careful, I think, about that. now this is one of the first things I wanted to to, to say. And the second one on safety and security is has um the SMR and IMR economically will be sound only if they sell a lot of items, it means that that they, they will have to um build not only for their inner market but for uh, export to. And that means that we, we must absolutely find um, some common safety grounds because the SMR or EMR concept will not be economically viable if they have to adjust to each safety authority. And that's why the initiative launched by IAEA are so important. And that's why for France in the New World concept, they are trying to work together with different safety authority in the joint early review so that's wise for safety and security and to go to um, the international cooperation and supply chain as you say france is a um, very deeply nuclear country even though um, before starting building the epr we went to quite a long time without uh, actually building npps and that means we have to um, rebuild our skills or competencies and as we will go into um, building a large quantity of epr and a large quantity of possibly small reactors then we will have to emphasize that and to have a, a huge workforce and that may not be that, that will not be possible to do only with french partners that's why when we are talking about the supply chain, we are thinking more worldwide, European, or even high, or even bigger than European level. And for the international cooperation, um, what I wanted to focus is that on is that there are lots of different reactor types, advanced modular reactor types. Uh, it means that. As you have different types, you have different fuels, different fuel concepts, uh, different thermohydraulic issues, and so on. It means that you will have to build some new experimental facilities. And it makes sense, if we want to go faster than we used to be, to actually share this knowledge and to work in an international manner to build the facility we need. Uh, for example, molten salt facilities, it's, it makes no sense to actually duplicate in each country. so there is a strong need to, um, to perform international cooperation on r&d if we want to really accelerate and to have amr um, ready for the market and ready to play their role in the energy transition. By the mid 2030s. So that's why international cooperation is of tremendous importance. It's important because we have to to have R&D cooperation if we if we have to be quick. We have regulatory. We need to have regulatory cooperation if we want the small modular or advanced modular reactors to meet their market. Thank you. Hi. あの、どうもありがとうございます。あの、大変重要なご指摘もいただいたと思います。あの、国際協力といえば、多分安ら岡さんが発言したくて、うずうずしてるんじゃないかと思いますので、ぜひ日本の立場からも一言お願いいたします。 うずうずは必ずしもしてないですけれどもありがとうございます。ご指名いただいて、あの非常にたくさんの論点をあのいただいたと思っております。あのサプライチェーン協力ということで、あの1つ絞ってあの私の見解を申し上げたいと思います。ね サプライチェーン協力というのはよく最近、富にあの他の分野でもですね重要鉱物とか自動車とか半導体とかいろんな分野で非常に最近、富に言われているある種のバズワードみたいな言葉だと思ってますけれどもこれはもう古くて新しい課題だと思っております。でサプライチェーン協力協力力ははは国際ですね、まあ、本質的にはその 一番ベストなのはやっぱお互いが持っていないものを補う関係ですかね補い合う相互補完の関係を築くっていうのが一番大事なんじゃないかなと思っておりますで先ほどアレックス・グリーメイさんからもあの発言ありましたけれども最近原子力の業界でサプライチェーンで一番熱心に言われているのは核燃料ですねニュークリアフューエルのサプライチェーンの議論でございます、えー、そして 今年あの日本が議長国をです、ね、務めた G7 においてもです、ね、札幌で、えー、その原子力利用国の5カ国ですね、えー、イギリスとアメリカ、フランス、カナダ、そして日本のです、ね、この5カ国がそのロシアのウクライナ侵攻をある種きっかけとして、そのロシアからの,その依存をです、ね、どれだけ減らすかという観点から。 5カ国がそのサプライチェーン協力をしていくぞというそういうステートメントを発出いたしましたで、これも非常に最近のニュースですけれども例えばアメリカのホワイトハウスがです、ね、そういった兵流燃料をですね排ス性の燃料を投資を願目として22億ドルの,です、ね、その支援を予算を出すということを米国議会にです、ね、提出したと。 いうことは非常にあの地目に新しいニュースだと思います。で、日本もですね、例えばウランのこの核燃料サイクルを含めた分野はやはり日本は JNFL というですね、日本原電という企業がありますけれども。 この企業も今年8月にウラン濃縮工場のオペレーションが開始をしましてでさらにこの G7 の,のアメリカ、そしてイギリスも、兵流燃料の投資とかです、ね、あのウランの核燃料の投資をどれだけ進めるかという議論を進めておりますからこういった G7 をきっかけとしてこういった同志国が脱、ね、ロシアの文脈でどういう協力ができるかという非常にあのインテンシブなあの議論をしているところでございます。 でこうしたその核燃料のサプライチェーンだけではなくです、ね、その原子力コンポーネントとどう評したらいいのですか漢字のリアクターの,の,リアクターの,方のですの、ね、サプライチェーン協力というのも非常にあの大事なものでございますで日本もある種あの歴史をひもときますがあのは日本も原子力を作れる能力がなかったときにはアメリカ、イギリスその他の国からいろいろ教わりながらです、ね、徐々にその国産の加率というかです、ね、日本の企業が あの自分たちで作れる能力を高めてでそれが90%を超えて現在に至るという,ような話があるので,でそうするとそのサプライチェーンというのは一義的には自分の国でその原子力のサプライチェーンができるそのパーセンテージが上がるというのが一番いいことというような前提があると思いますそれはイギリスもそうでしょうしアメリカもそうでしょうし当然、フランスもですね自分の国でやるそれがまあ一番ある種の目指すべき姿だと思います。 しかし、冒頭の,の OECD ネアのキャメロンさんとかですねあるいは国際エネルギー機関の将来の原子力予測を見るともう2050年までに2倍、3倍の原子力容量が、まあ、日本から見ると非常に景気のいい話でうらやましいんですけれど,もどんどんこう増えていくという中で必ずしも自分の国の,そのキャパシティを超えてしまうところとかですね あるいはそのどうしてもスピーディーに原子力の,そのオペレーションまで進むためにはですね他の国、信頼できる他の国と一緒にあのサプライチェーンある種調達ですねあの技術開発協力とかを進めていくってことが非常にあの大事だと思っておりますで今日私がプレゼンをして申し上げた例でもあのニュースケールというですね SMR のベンチャーのあのボイジャーというプロジェクトでは IHI があの格納容器ですねをその納入するということが見込まれておりますし あの日記、JGC もですね EPC コントラクターとしてあの出すことが見込まれているわけです、それからホルテックという会社の SMR160 というですねロケでは、三菱電機ですね、メルコが、ほか I&C、軽装システムについても納入するということがまた見込まれているわけでございます。 でそしてフランスの例で言えば EPR2 あるいはニューワードこの辺りもこれからおそらくですね具体的なサプライの選定進んでいくんだと思いますけれども歴史的に言えばあの蒸気発生機であるとかあるいは誕造工程であるとかですねそういった非常にコアなところでも日本企業がですねこれまで EDF やあの他のフランスのパートナーと一緒にやってきたという歴史があるわけでございます。 そそしてそのテラパワーについてもですねあのまさにモンジュの今までの,この知見をまうまく生かしてというところですけれどもこれもテラパワーがこれから企業を選定していくプロセスだということはよく承知をしていますけれどもそのうちの候補の一つとしてモンジュの,のですねプロジェクトを培って得られた日本企業ですねが貢献できる可能性が非常にあるんじゃないかということをあの我々としてはいろいろ意見交換をよくしているわけでございます。 なのでそういったことはことほど最後にですねそにこれからその日本がプロジェクトを進めていくで日本について言っても高速炉をです、ね、これから実証プロジェクトを進めていくって中で2026年にどういった燃料を選ぶかって決める時にあのモックス燃料か金属燃料かっていうところですけどご案内のように日本は今までモックス燃料をやってきたわけなんで その金属燃料についての知見というのは全くほとんどないわけなんですね、あ,のある種開発はしてきましたけれどもで、そういうところでアメリカが今までやってきた、まさにテラパワーが、ね、金属燃料を目してその開発されているというところの知見も、これもまた一緒に協力ができると、だそういう意味で最上位の,その燃料から、そして濃縮から来て、原子炉を作っていくという、そのアップストリームからダウンストリームのところまで,です、ね、あの非常に多岐にわたるあの協力がです、ね、しうると、いう可能性が非常にわくわくしながらも、 基本的にはやっぱり相互に補い合う、ですね。本当にお互いが必要としているところでパートナーシップを組むっていうのが、まあ、これは言うはやしで行うはがたしなんですけれども、こういった協力をうまくフランス、イギリス、アメリカ、それぞれ日本にはない強み、逆に日本が持っている強みっていうのが相互補完的にあると私は思いますので、あのぜひそうした方向を進めていければなというところを思っております。すす。みまままません、長くなりりした。たたはは、は、い、いいいいいありがとうごございますあのいろいろ皆様からいただいたご意見では、ま、ず一つは 技術のレベルとか安全のレベルとかそういうクオリティがちゃんと国際協力で上がるというお話これ大変重要だと思いますそれから多分2つ目にはいろいろなセキュリティといいますか供給リスクと調達リスクまあそういったものをちゃんとマネジメントするという観点でこういう開発国が協力するということが重要であると。おそらく3つ目は リソースがやはり革新炉の開発にはかかるのでそういうものを共有をすることによって効率的に開発が進められるという、まあ、そういういくつかのご指摘あって多分国際協力とひ一言で言いつつもいろいろな視点でうまく仕組みを構築してあのウィンウィンの関係が得られるような仕組みっていうのはぜひこれから構築していければというふうに えー、いろいろ思いました。あの、大変ありがとうございました。えっ、ー、と、またいかがでしょうか。会場あるいはオンラインでご意見やご質問ありましたら。お聞きしたいと思いますが、何かございますか。えっ、ー、と、では、ちょっと先に進めさせていただいて。で、実は次のテーマも国際協力と、まあ、非常に関係があるんですが。これは、もっとワールドワイドな関係。まあ、すなわち。 今日ドーヒー・ハンさんからのお話があって、原子力を利用しているのが30数カ国、それでこれから原子力をやろうとしている国でもうそれが、オントラックの国が10カ国ぐらいでしたか、そのほかに10数カ国、今、検討中の国があるというふうにお話ありました、今、脱炭素とかエネルギー確保というのは世界的な課題で、どこの国もやはりそれを実現したい。 そうすると原子力に対して非常に多くの国が関係してくる、でやはり今日パネリストに来ていただいているあの国々はそういうあのまあいわゆるあのそういう国に対してですねいろいろ原子力を安全に有効に使っていくための基盤をちゃんとあの整えるというのを手助けしないといけないんじゃないかと、まあ、そういうふうにも考えるわけです。ぜひ IAEA という立場、以前はえと帰りにいらっしゃって研究者としてやっておられたドーヒー・ハンさんに、少しそういう、実際 IAEA、そのような取り組み、積極的にされているので、あの我々としてどう取り組んでいくのか、どういうところに課題があるのか、少しその辺のあの検討状況なり、進捗状況をご披露いただきたいと思います。 Thank you. Um, at the IAEA, we have a uh, mechanism to assist our member states for the development of nuclear infrastructure for their successful nuclear power program. Uh, this mechanism is called Milestones Approach, and this approach has been established for uh, more than 10 years ago. And we have been providing assistance to many different countries. And the focus was always on large nuclear power plants. So we have a very well established methodology. But recently, uh, there is a growing interest in SMRs. And as I already uh, showed you during my presentation, there are maybe too many SMR designs under development. And also, there are lots of countries interested in SMRs, especially from potential users, newcomer countries, which do not have any uh, background information about nuclear technology itself and also SMR technologies. So, uh, many countries wanted to uh, know about what they have to do to introduce SMRs into their country. So, what we offer is their efforts to develop the necessary infrastructure for their successful introduction of SMRs. But the infrastructures may be a little bit different from those from, uh, for large nuclear power plants. Some of the, uh, there are about 19 specific uh, uh, infrastructure challenges that have to be properly developed. Starting from national policies, uh, regulatory framework, legal framework, all those specifics. And after receiving those requests within the IAEA, we looked at our uh, methodology to see whether this existing methodology can be applied for SMRs as well. We are still doing the review, but we realized there are certain infrastructure challenges that can be. Somewhat downgraded. For example, the financing support, because of the uh, reduced upfront capital cost, financing burden can be a little bit reduced. And because of small capacity, the grid uh, size can be a little bit small. So, those are uh, some of the examples. So, we are working on these uh, 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 infrastructures for SMRs. And also, we try to develop the mechanism which can accelerate the development of infrastructures. Usually, it takes about 10 to 15 years for the development of infrastructure for large nuclear power plants. And we are looking at the, uh, the different approach for SMRs so that we can reduce the uh, development time to seven to eight years now. Thank you. はい、あの今日、えーっとえー、っとこの場では今いらっしゃらないんですがディアン・キャメロンさんが OECD の SMR ダッシュボードと私もあのレポート読んで大変あの面白く拝見したんですが、まあ、あの中にあるように SMR の開発している国それから、えー、とどんな炉があるかっていうのを世界地図の上にこう載っけてると世界中にいろいろ広がっているんですねであの当然あのイギリス、フランスアメリカはそういう国をいろいろ展開しようというのもあるんですが。 例えばあのジョンさんにお聞きしたいんですけれどもテラパワーがいろいろ開発した国あのおそらくナトリウム炉っていうのはあの非常にパッシブな安全性があって、まあ、ある意味では向いてるとも思うんですねそういう時に今の、えー、基盤整備をあの、まあ、メーカー,メー,カーっていうかあのという立場ではあるんですが炉だけではなくていろいろそういうものを導入するための 環境づくりって言いますか、まあそれも大事だと思うんですね。で、あのジョンさんの試験、あるいは、えー、とテラパワーとしてどう考えているのかとか、少しそこの辺りのところのお考えをお聞かせください。Right now, TerraPower is、um, focused on our demonstration plant and expanding in the US. The use of the plants. We are engaged with other countries. We, we are in discussions with other countries, though, about the use of our plants. In terms of concrete details about how we may be uh, uh, supporting their infrastructure, uh, I do not have any information on that. オンラインでご参加いただいてるあのバレリーさんにもそのあたりのところはあの多分海外展開というところもいろいろ考えだと思いますのでご意見いただけますでしょうか Well, for for the new world project The project is led by EDF EDF is used to talk to other safety authorities and for large-scale NPP But、uh, h a t was Part of the difficulty for EPR building because when you're talking to Chinese people in China, Finnish people in Okiluto, British people for uh, uh, for clip point and French safety authority for Flamanville, you have four different uh, regulatory framework. So EDF used is used to that, uh, but doesn't want to do the same thing for SMR. For SMR, um, for new what projects, the idea is to have only one SMR, not a different kind of SMR depending on the safety authority and uh, localized regulation. One SMR that is uh, the same for everyone, and that's why they're working together with different safety authorities. The idea is to build that, to build the first of a kind in France. Um, to um, make sure that everything goes smoothly and to reassure uh, the safety authorities, the other safety authorities that would not be part of the joint earlier review, that the concept is sound and possible to license everywhere. So that's for countries that already have a nuclear background. For newcomers, well, it's a little bit different. Either you uh, build the competency, and you do as I do, and help the country to build a competency uh, to have its own uh, regulatory authority to build the competency to actually make the plant work, or to actually um, check everything. Or you sell the plant with. Um, a license already given by, by a reliable safety authority that is recognized by the newcomer country and you operate it remotely so not, not remotely but you operate it for the newcomer's country it's two different paths path. Um, some of the country that actually want smr would like to have an smr plug and play so they buy the smr um, and and they just put it there and it works. They do not really want to launch into um, building up completely their competencies in the nuclear field, and that's because they think that SMR is easier to deploy. It's safer because of the passive features and so on. So it's still. I guess an ongoing discussion and the point that uh, the IAEA colleague made is a very sound one. Um, if IAEA is to help newcomers in uh, SMR technologies, they will not be able to do that for every kind of SMR technologies. So maybe we will have to wait a little bit for the number of concepts to decrease because some of them won't fly some of them won't meet the market and to focus on a few i don't know how many uh, of smr or emr concept that will be economically viable and that will be uh, affordable for newcomers and then we can actually uh, help the newcomers to to build the competencies to accommodate these. SMR or EMR. I think it's the pending questions and the questions we have to tackle now, but it might be difficult to tackle it in a very global way because of the numerous SMR and EMR concepts. Hi, thank you very much. I ありがとうございますあの私は告白いたしますと2017年から2020年まで IAEA、e、のニュークリアインフラストラクチャディベロメントセクションというです、ね、まさにの IAEA のターミナルジーで Embarking countries とうんですけれどもその最初のファーストブカインドのローをです、ね、入れていく上でのそういった国を助けるお仕事をしていましてその時のボスのボスが 同批判ダイレクターでいらっしゃいましたので私は大変今緊張しているのでございますけれどもあのそういだからというわけではないんですけれどもたまさか今の私のポジションでもですねその IAEA のマイルストーンアプローチその先ほど同批判がおっしゃったようなですねあの数十カ国のこれから原子力を入れようとしている国を助けるプロジェクトこれを日本政府として非常にあの 一番支援をしているのがまさに私のポジションというか私のチームでございます。というのはもう本当つい先月もですねあの十数カ国カザフスタンナイジェリアモロッコフィリピンインドネシアといったです、ね、これから原子力を得ようとする国が2週間3週間ほど日本にいていただいてですね でその時の私は講義をあの日本の政策を説明する講義をしたんですけれどもそういった人たちに例えばまさに JEA にも行っていただくこともあるし、えー、三菱重工のようなそのファブリケーションマニファクチャリングをやる工場に行っていただくこともあればまさに敦賀にいらっしゃったことも多分あると思いますそういった日本の発電所とかですねで時にはその福島第一原子力発電所これはまあ,ある種その途上国導入国支援というよりは日本の 灰色がですねいかに安全に福島第一の廃炉が進んでいるかを知っていただくという観点もあるんですけれどもそういったその実践的なトレーニングコースとかです、ね、あるいはセミナーを送るとかですねそういったことを IAEA とコラボレーションして日本政府がやっておりますでそうした取り組みはアメリカもフランスもイギリスもですねそれぞれ非常に熱心にやっているということがありますまずはそのことを申し添えたいと思います。でその上で やはり SMR というのは非常に何ですか、ね、大型の炉と比べると確かにその初期投資が一見、まあ、一応低そうに見えるというかです、ね、参入消費が非常に低そうに見えることもあってです、ね、その最近、確かにそのエンバーキング・カントリーズです、ね、あの原子炉の導入を検討している国には関心がとても集まっていることを感じております。IAEA、e、も SMR に特化した SMR アドホックのそうしたマイルストーンアプローチの考えですね。 どのぐらいその2二3 0年かかると言われている計画を立ててからその商業化をするまでの道のりをどういうふうに支援していくかというそういうフレームワークが SMR のために今作られているとあのそういうことの今リファービッシュをされているというふうに理解をしておりますでまさにこのアプローチがあの例えばバイラテラルの協力例えばアメリカと日本ではですねそのニュースケールとか SMR ですね個別の SMR プロジェクトを 例えばルーマニアとかある種ガーナーとかが実際に手を挙げてですねでその導入に向けた道筋を描いてそれにキャパシティビルディングを日本政府何がやってそれを実質的に日本企業や JA さんにお力借りながら進めているんですけどもそれも IAEA のマイルストーンアプローチをもとにあの進めていきましょうということを実はあのアメリカ政府と日本政府でそういった取り決めの文書が。 あの2年前に策定されてですねそういったところでも IAEA、e、についての言及があるわけでございますでそれはまあアメリカと日本がなぜ先に進んでいるかといえば申し上げたように実際の今のプロジェクトで IHI とか日記とか JBIC とかそういったあのエンティティがですね 実際に入っているからでございますでこれはあの今日いらっしゃる例えば本当イギリスのロールス・ロイスの SMR、まあ、これはまだまだこれからどういうパートナーシップを選ぶかということでまだ日本企業が選ぶかどうかというのはまだもちろん決まっていないわけですけれどもフランスのニューワードもそうですね、えー、日本企業がもし選ばれたとしたらです、ね、今申し上げたようなこういう,そのでしょう日本私の立場である意味ロールス・ロイスやそのニューワードの第3国への売り込みをその日本政府の予算で支援ができますよと。 まあこれ、ある意味、今、セールスピッチをこうフランスと今イギリスにしているわけですけれども、そういった形で、なんですかね、前提としては、当然、がで飲水というか、自分が思ってることだけじゃなくて、ちゃんと IAEA の,の基準というか、取り組みに沿った形で、キャパシティビルディングを進めていくと、そういったことは引き続き、今までもかなりあの綿密にやってきたんですけれども、今後もあのそういった SMR の事業の動向に応じてですね、進めていきたいなということを思っておりますありがとうございます。 あの大変 IAEA の期待というの大きいわけですが、まあ、今までいろいろご意見を伺って、あの最後もう一度、同ハ判先生に <laughs> あの感想とか今後の,あの取り組み方、ぜひご紹介ください。Um, uh, let me add a couple of things related to the nuclear infrastructure. Uh, this uh, nuclear infrastructure is not too much depend upon uh, specific designs. We are we are talking about large reactors, and small ones, uh, and also different uh, deployment models. It can have some influence on specific infrastructure issues, but it's not uh, really uh, detailed technology dependent. That's one thing, and the other thing is that. Um, last week uh, and a uh, couple of weeks ago, for two weeks, internal and external experts from the IAEA visited Estonia. As you know, Estonia is interested in introducing SMR into their country. And they have been preparing uh, infrastructures for their successful introduction of SMRs. And these experts visited. To review the readiness of infrastructures, so uh, after uh, they come back to the IAEA, I think there will be a lot for us to learn, and the results will be shared with broadly with our member states, so that the newcomer countries who are interested in SMRs can learn from this uh, review mission. Thank you. あの非常にいろいろなあのお話をいただいたと思います。えー、とでは続いてですねああの今のインフラのところでは人材というのもいろいろお話あったんですがあの多分人材は明日のテーマとして議論されるということですのでぜひ、まあ、今日のこんな議論も含め明日あの。 意見交換していいただければと思いますでそれであの次の,そのパブリックエンゲージメントこれあの日本は大変悩み続けていた問題で、まあ、日本だけではなくて各国共通なんだと思いますそういう中であのやはり私の印象ではイギリスってとてもスマートだなという印象をですね あの持っててうまく取り組んでいらっしゃるように思います。まあ、イギリスだけでなく、そういう国いろいろあると思うんですが、ぜひその秘訣をアレックスさんに教えていただきたいなと思いまして、あのどういうふうな形で取り組んでいらっしゃるか、ぜひあのお願いいたします。Um, thank you very much、uh,。Yeah, this is a hugely important topic.、Um, I'll probably sort of split in Split my reflections from the UK into kind of three. So, um, the first is about the kind of socioeconomic benefit to communities. So, in the UK, um, we have the most of our nuclear industry, and most of the sort of 61,000 people that are employed in our nuclear industry are based in the northwest of uh, England. Um, Historically, this is a, a very sort of deprived area. Most of the sort of financial and commercial activity happens in the southeast around London, um, so it's it's hugely valuable to those communities in the northwest that they have um, well-paying, interesting jobs. Um, and I think we've seen through kind of studies and analysis that um, attitudes towards nuclear. Um, in communities that ha live near a nuclear facility are much higher, much more positive than communities that are further away, uh, even though you'd probably think that that's uh, counterintuitive, because if you're farther away from a nuclear facility, you don't see it every day, it doesn't affect you, you think maybe you wouldn't mind so much, but actually it's the opposite way round. Uh, and part of the reason for that is that, um, those nuclear communities feel the benefits of um, having large infrastructure projects or um, long-term jobs in, in those facilities. so that's the first thing i'll, I'll kind of say. Um, also linked to that kind of socio-economic benefit, um, if we think about kind of hinckley point c. so i think um, edf has done a really, really good job uh, around the construction of hinckley point c. um, focusing on um, apprenticeships, bringing employment, bringing jobs. So they've had uh, a thousand apprentices during the construction phase of Hinkley Point C. Um, they've really focused on, on school outreach um, and on education. And they've uh, also created something they've called like centers of excellence, which is to do with um, certain skill sets um, Electronics, I think, and and sort of um, different different types of kind of nuclear skills, and they've created those. Um, they've created that kind of centre of excellence on site uh, and around site. So that that that's been really positive for the local community. Um, the second one I'll say from a kind of government perspective is we've got something called the uh, NGO forum. So our minister for nuclear will sit uh, I can't remember how often it is I think it's twice a year maybe um, and listen to anti-nuclear uh, like voices uh, from the community like specifically so it'll be um, NGO groups or activist groups uh, you know stop size while we'll see things like that and uh, the whole purpose of that forum is to kind of be politically engaged in voices that aren't so positive and provide um, some uh, sort of clarity and uh, explanation and rationale around certain decisions. So I think that 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 goes down um, very well. And then um, the third thing I'll say is around uh, kind of transparency and, and openness. So we, we ran a, an advanced nuclear tech, uh, advanced nuclear technology public consultation, a few years ago, I think it might have been in in two thousand and twenty, where we asked for public opinion on um, advanced nuclear technology. Um, at the start of the uh, so at the start of the the group uh, meeting, it was you could tell there was uh, not much understanding about advanced nuclear technology uh, and general kind of resistance to the expansion of it. But as the meeting went on, and people kind of learnt more about the potential benefits, um, co-generation, clean hydrogen, um, jobs. Uh, actually, by the end of the meeting, the reaction was much, much more positive. So I think that just goes to show kind of the importance of educating the public, being kind of transparent and open about nuclear, because I think traditionally it's been a slightly more, uh, maybe not secretive, but ああ、uh, closed community、um,。どうもありがとうございました。あの、先日、あの、今日会場にもいらしているマイアールさんから。フランスも今までは原子力に対して、あの、ネガティブだった。方が、今は三分の二ぐらいは賛成になったというお話を聞いて。ぜひ、バレリーさん、あの、フランス。 もう我々から見ると非常に原子力をうまく活用しているというふうにあのもう見えてうらやましくてしょうがないんですがあのフランスでもどういう形でパブリックエンゲージメント取り組んでいるのか方針や具体例などご紹介いただけないでしょうか Well,、um, it may not be as easy as it seems to be from the outside. Um, as in UK um, when you're talking about a uh, nuclear facility it's always easier when you are close to the facility because the public uh, can see the benefits the jobs opportunities the uh, the money and uh, and and they, they see that there is no significant risks and um, well they are quite positive with nuclear um, when you're talking about the energy transition, um, well, people are used to the nuclear energy in the electricity mix. Um, they, well, you know, French people are sometimes of two minds. The first thing is um, they do want um, the energy transition, so they do want more renewables. Um, they are mostly convinced that nuclear energy is a low carbon energy that was very difficult to actually obtain because there was lots of uh, ideas of uh, uh, you know um, that nuclear was producing co2 so we had to, 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 to talk a lot to the public about that so they are convinced of that but um, as far as renewables are, con are concerned, people are saying, "Okay, but not in my backyard." I'm okay with wind, but I don't want to see a wind mast in in my beautiful landscape. I'm okay with solar panels, but uh, um, not uh, if they take uh, agricultural soil. And it's the same with nuclear. Um, People recognize that the nuclear energy is something uh, that can be used and should be used during the energy transition. But there is still a very deep feeling um, that maybe this is dangerous, dangerous for the people, dangerous for the next generation. And there is in France also always this strong uh, negative feeling towards waste and a final repository and so on. That means that even though the public at large is quite positive, when you do all some debate and there were some public debates uh, when the first two EPR were announced at the site of pan and uh, some of the meeting were disrupted by uh, people claiming that nuclear is dangerous, that we are all lying and it's a very uh, heartfelt um, behavior. It's and sometimes it's just a, a difference of beliefs. So in that case, is those people you cannot reach with uh, scientific evidence, rationality, and so on. So you cannot really work with them, but you can work with all the other people. And do as uh, my colleague from the UK said, you can work uh, with school child, school teachers, university teachers to explain the scientific points, and that will help in the public debate. And uh, for the public debate, you must show what are the advantages without minimizing the difficulties, but what are the advantages, and that's. How we can convince people, and but it's always easier for people that are actually living near nuclear facility, because they are less afraid. They see the benefits, and it's not something, well, dark in their mind. But it's not always as easy as it seems in the public. Even though uh, whole e electricity is mostly nuclear. When I was uh, when I was young, there was this. Uh, Commercial saying, uh, My screwdriver or my um, my hair dryer is nuclear because the electricity was mostly nuclear. It was a very strong uh, incentive to make people realize that nuclear is safe and that they use nuclear electricity every day. But it's not always easy to do such things. So even though the public is mostly Positive regarding nuclear, it's still an ongoing work, and you have to do it uh, every day, every time, and for each generation. So we we'll focus mostly on, on teachers, university teachers, school teachers, and young people. Thank you. I 今日朝のご挨拶で中村副知で福井県の中村副知事が「霊北霊南」というお話をされてたと。で実は福井県ってあの真ん中がちょっと細くなっていて北の部分と南の部分に分かれてるんですね。で面白いのは福井県の高校生が意識調査をしたらまさに今バレリーさんとかあのアレックスさんおっしゃったのと同じで。 例南霊南っていうのは原子力発電所があるんですねで文殊もあるんですでそういうところの人たちの方がずっと理解があったとでよく知識勉強もしておられてで一方離れたところの方の人は割と心配だ心配だということになるというようなお話を聞いてああ同じなんだなと思いながら聞いてましたでそれでちょっと早船さんにお聞きしたいんですが このパブリックエンゲージメントの話を研究者の人に聞くのはどうかなとも思うんですがこれから日本で革新炉を建てるとすると今までの軽水炉と違うタイプのものをやるんですよね。ということは技術開発をする場合にも当然その立地をしないといけないし 理解いいただかないとそののがちゃんと安全にちゃんと使えるんですよと理解していただかないといけないとで今までのお話とかを伺ってぜひ研究機関を代表して開発する機関を代表してどういう取り組みをパブリックエンゲージメントの中で、まあ、特に今まだ具体的な設計の絵姿ないわけですけどもあのお考えかという印象のような話になるのかもしれませんがちょっとご意見いただけないでしょうか。 はいありがとうございます、えっと、今年あの原子力機構では、ですね新しい経営ビジョンというのをあの、理事長が出しました、でそれは、ニュークリアかけるリニューアブルで開く新しい未来と、そういった経営ビジョンを、まあ、全社員に向けて発してあの、その方向に我々は研究開発を進めていくんだということを、高らかに宣言されました。 えと言いますのも、今はあの地球温暖化であるとか、そういったものが非常に大きな問題になっていると、ですから、原子力はグリーンであって、えー、それを、おとおあのリニューアブル,再生,エネルギー再生可能エネルギーが組み合わさることによって、えー、新しい未来が示せるんだという信念で、われわれも研究開発をするんだということです。ですから あそういったところをですねあの一般の方々にも分かっていただけるようにきちんと将来の姿っていうのを描いてですねあの pr していきたいというふうに考えておりますはいあのどうもありがとうございますあのこれについてはあの多分あの皆さん大変頭を悩ましておられるところかとは思うんですがあの まずはレックスさんから3つの,あの考え方というのをご紹介いただいてあれはよくあの我々の中で咀ししてあの具体化していく必要あるなとでそれからあとは立地地域の方の方がかえって理解があるということは逆に言えばそれ以外の方にもちゃんとうまく取り組めば理解していただけるというまあその裏返しでもあると思いますのでぜひあの今日の議論を参考にして あの安ら岡さん、NHK の中でもやってくださいありがとうございいますさてあのだいぶ時間がして待ってきて最後、です、ね、その革新のでわれで我々今日いろんな革新路があってあのいろいろな取り組みがあるということで期待を膨らませる一方ですねこんなにたくさんのコンセプトがあって一体何を選べばいいんだという、まあ、そういう悩みも感じられた方も多いんじゃないかと思います。 でここはぜひ、まあ、最後のところでもありますしパネリストの皆さん全員にあの、えー、ご意見をお聞きしたいと思うんですがやっぱり原子力の革新炉という場合には最初にいろいろなアイデアを募って新しいものを生み出していくイノベーション、まあ、あの継続的ではなくて野心的な新しいあの破壊的なイノベーションというんですかね。 そういうものというフェーズもいりますしそれを現実のものに近づけていくためのフェーズでそれからしっかりとリソースを重点化して取り組んでいくためのセレクションのフェーズ、まあ、いろんなフェーズがあるんだと思います。 であのそれぞれの国でやっぱり、まあ、日本もそうなんですけどいろんなリアクターの検討をしているということは活動が活発であることなので喜ばしいことなんですが、まあ、いつまでもこういう状態続けているというわけにはいかずどこかで一歩踏み出すということになると思います。そそれでででうううううういいい多様な革新路からどどうう考え方でどういう段階で ししっかり取り取組むべきもののを選択していいけばよいのかとまあそれぞれの立場で最初にあのどうなったからあのやはり、えー、ジョンさんからお引きしましょうかテラパワーの中ではそういうセレクションまあ、多分いろいろなものを検討されてやったんだと思いますのでぜひそういう多様な革新路のアイデアコンセプトからどう絞り込んでいくかというところのご意見をお聞かせください。 Uh, thank you very much for the, for the question. Um, when we first started off at TerraPower, we were looking at what was called the traveling wave reactor, which is essentially a, uh, just a stick of depleted uranium attached to a neutron source. Um, as we, ev as this concept evolved, we looked at different ways of cooling this system and um, what seemed to be the best uh, it boiled down to uh, neutron economy and uh, which coolants had the best properties for removing heat and sodium for us for a solid fuel reactor uh, ended up being our choice. Um, so we, we actually at that time looked at molten salt reactors early in the thermal spectrum, and we um, uh, felt like it was just not a, at that point a, worth going into a, again. So we pursued the traveling wave reactor and it evolved into the Natrium reactor. With regards to the molten salt program, we also, well, let me back up just for a second. The traveling wave reactor, the whole point is to breed and burn. You have depleted uranium, which is being uh, transmuted into plutonium for burning. So the breeding is breeding plutonium, and then you burn the plutonium. And um, we, again, I, the breed and burn cycle is a long term goal. For the Natrium program. When we uh, started looking at a fast spectrum molten salt reactor, we discovered that under certain circumstances you can breed and burn with the molten salt fuel. So um, the breed and burn concept is kind of central to TerraPower's selection. の、so um, yeah, どううもありがとうございます。あのあれですね、技術あるいはどういうニーズを求めるのかと、まあ、そういう観点であの選択の考え方をご紹介いただいたと思います。 あのいかがでしょう？例えば安ら岡さん、突然の指名であれですけども、うどうお考えでしょう。ありがとうございます。あの、確かに本当に多様なロケ、そして製品の種類というかですね。ベンダーの数を含めると本当にものすごくたくさんの。 あのプレイヤーがいいらっしゃるなという,ふうにあの見受けております本当にあの私のところにもあのかつてないぐらいですねいろんな企業の方がですねあの海外の企業の方がこういうロケーがあるようで一緒にやろうみたいなことを言っていただいてですね非常にありがたいなと思っておりますでえそうした中でその例えばジェネレーション4に区切るとすでにこの,この瞬間の断面ではですねあの日本政府としては 高速炉と高温ガス炉にまずはこのチップを貼るという表現で適当なのか分かりませんけれども投資を主体的に進めていこうと。 いいうふうにある種あの意思決定をしたということこですもちろん、溶融円路とか他のジェネレーション4の路ケもです、ね、あの完全に切っているというわけではなくあの実は要素技術とかを含めてあのフィジビリティ・スタリーとかも含めてあの投資は続けているんですけれども今、この瞬間ではその高速路、高温ガス路これについて10年、20年の単位で、えー、まずはその開発を進めていくとでそのための向こう3年間の予算をしっかり確保してそれで進めていくというところでございます。 そこからじゃあどうスペシフィケーションとか最終的にどう選択していくかっていうところをそのぐーっと飛んでその最終的に何がプロジェクトの成功かっていうとまあ私から見るとそれがちゃんと発電をして然るべきオーナーオペレーターがあのいるっていうことが多分成功する要件だと思うのでそれはやはりその電力事業者なりあるいはその将来的な持ち手によって 選これはたぶ多あとでアレックス・グリーンさんからも語られるかもしれませんがイギリスもまさにそういうふうになっていて最終的なゴールはです、ね、あのイギリスの EDF の電力事業者が選ぶとで政府はそれをまあ手助けするあるいは専門家のレビューを通して調達をされて磨かれていくんだけれども最終的には電力事業者が選ぶと。 いいうことだとだ思いますなので経済産業省としてもです、ね、あのしっかりその何でしょう次世代開発路というのは最終的にどこに行くかといったらやはりあの前段申し上げたような今の S プラス 3E の,3、e のですね、エネルギーセキュリティー、それれサフィシエンシーそれぞれが非常に危機的な状況にある中で原子力開発がちゃんとここにあのしっかりリプレイメントされる導入されるということが一番大事だと思うので。 あのそういった観点から、まずは2つの,その高温ガスロと高速路をこの路系をですねあのしっかり進めていく、それはあの一義的な例えば行政官とかその政府とか、あるいは政治的なその要因だけで決めるというわけではもちろんございませんで、これまでもそうしてきたように、例えば高速路で言えば高速路タスクフォースのですね日本を代表するそのレビュアーですね、日本を代表するその地形を持っている方からあの入れていくと、どういうふうに先に進めていくかということの意思決定を決めていくと。 そして大まかな今ステージゲートとして例えば2028年にその先の設計に進んでいくのかどうかってことをまああの考えるステージゲートが決められているのでその時にも大きな対局的な判断をしていくとでそれはさらにはですね特に高速路の場合は顕著なんですけれどもそのフランスやそのアメリカという先人があの同志国にいるわけですから。 今後、それはどういうふうに進めていくかというのはこれからあの詳細は決めていくフェーズですけれどもまさにそのフランスの専門家そしてそのアメリカのパートナーというか専門家の方もその局面局面でやっぱりレビューというかですねコメントというかオーディットというか、まあ、そうしたものをちゃんと取り込んでいって進めていくということが大事なのかなとそれこそがその正しい意味での国際連携というかですね え最終的には日本,が日本でどう入れていくかということを決めながらあの国際的な知見あるいは国内の知見もお借りして開発を進めていくそうした中であの必然的な選択が迫られていくというもちろん本当にそういうふうにいけばいいんですけれどもあの目指すべき道筋としてあの短い言葉で申し上げるならそういうことになるのかなと思っておりりまますす、はい、ありがとうございますあの同じ政府の立場でアレックスさん、あの今お名前も挙がってましたが。 um so we've we started a process of of trying to start to kind of um reduce the uh amount of projects that we're looking at so um i mentioned great british nuclear which um was launched earlier this year it's just completed the first phase of the um technology selection process. Um, which is which was kind of um, it was aimed at technologies that were deemed kind of closest to deployment. Um, so it kind of didn't go into the gen four reactors so much, it was more based around the kind of um, the the light water reactor technology, um, because it was considered that they were probably the the most likely to be deployed, um, the soonest. Uh, that's c I think they. They got quite a few uh, interested parties applying for that process, and it's gone down to six vendors um, now. So I think that offers a kind of focus for the UK. They've been invited to um, submit some more information, and then next year, sort of, I think quarter one next year, there'll be another process about kind of getting getting that number down again um and deciding which projects will kind of benefit from from more government funding. Um, that doesn't preclude though other types of technologies. So as I said in my presentation, there's a recognition in in the UK that we're gonna need um we're going to need to embrace the full spectrum of um, of technologies, from kind of large scale all the way through to um, advanced uh, modular reactors, and then and then hopefully fusion. One day we'll see. Um, so that's why we're going to start uh, our consultation with industry this autumn, the alternative routes to market consultation, which will be more aimed at understanding. Um, はいありがとうございますあの。では続けて研究機関というあれであの CA のバレリーさんあとは早船さんあの続けてぜひそういうお考え教えていただけますでしょうか。バレリーさんからお願いいたします。 Well, um, just to, to make a, a quick comment, um, as, uh, as you know, France has long been, and CEA has long been a partner of Japan, GEA, on Sondium Fast Reactor. And uh, we will go on to work with Japan uh, on the scientific point of view in their new project for sodium Fast Reactor. That's the first thing. And for um, uh, Gen 4 reactor, most broadly, as you've seen in the France 2030 framework, we, we bet on startups. So CA will go on working on some of the subjects that he is already working on, molten salt reactors and the sodium-cooled reactor. But for the other concepts, we are betting on startups. Uh, startups will competing and um, some of them eventually will go through and uh, and propose viable concepts. So we will accompany them as as well as we can, and as much as they want to be accompanied, of course. Uh, but the, that's what we think in France is the, one of the ways to help emerge a few viable Gen 4 advanced for uh, concepts for advanced modular reactors. That's how we will do it. 早船さんでは続けて私はちょっと国権の職員の立場なのでなかなかあの言いにくいですけども私が今まで見てきたそのダウンサレクションというの,のではですねその選ばれなかった人たちっていうのは、まあ、全然予算もつかなくなってでもうその研究をやめてしまったりその会社があその開発から手を引いてしまうそういう姿を多く見てきました。 でもそこの中には素晴らしいアイデアが、まあ、含まれているんです、ですので、なんかこれは産業化を目指す経産省さんの仕事ではないかもしれないんですけども、多分研究としてです、ね、もう少し継続したら芽が出るかもしれないものには、きちんとあの投資ができるような仕組みがあるといいなというのは、いつも感じておりますす以上です、はい、ありがとうございます。 えーとドーヒー・ハンさん、IAEA、e、はあのレポートでスモールモジュラリアクター、いろいろ分析したレポートとか出されていて、あのいろんなのを一番 <laughs> 見ておられるんだと思いますので、ぜひどういうセレクションプロセスいいのかあのお話しいただければと思います。 Uh, SMR designs for our member states, but we provide assistance for our embarking countries to make the right choice. Let me give you two examples. We are developing generic user requirements for SMRs. Uh, embarking countries do not know what they want. So by developing these user requirements, which contain very high level, very technology neutral uh, uh, content, they can use it and they can customize it and they can use it for their communication with potential vendors so that vendors should uh, satisfy all those requirements. That's what we are doing. And the other thing is that, uh, at the request of our uh, member states, we provide our expert review on what they have been doing. Recently, uh, we had two cases. All HTGR-related. One country is serious about using HTGR for desalination, and they conducted pre-feasibility uh, studies for introducing high-temperature gas cool reactors into their country. They provided us three documents, so internally about 30 experts are uh, spent more than two months to review all the details to see whether. Uh, the evaluation was conducted. Uh, feasibility studies was conducted properly, and also whether there are any missing information. So we provided our review comments, and they are uh, using our review results for their further uh, uh, studies. And the other country asked us about their plan for construction of exper experimental uh, high-temperature gas-cooled reactor. So. はいありがとうございます、えーと。ちょうど時間になったところなんですが最後いろいろなあの考え方あのご披露していただいて。 いたた。だきましたあのいかがでしょうか、もし会場からご質問ありましたら、えー、と時間がなくて、あれで、1件ぐらいお引きしたいと思いますが、ございますでしょうか。あるいは、たぶん後日会あの、ウェブか何かであのもし質問あれば受け付けることも可能なのかもしれませんが、よろしいでしょうか。あじゃあ、どうぞ。 so um, one question that we have been grappling with is uh, related to the combination between safety and security question and the public engagement question, uh, especially the uh, the security part. so uh, in the public engagement section, you know, we want to give the perception that it's safe, secure, et cetera, et cetera. but if you go to any of the existing nuclear power plant in the united states, um, if you're able to get access to it, uh, then there are, you know, there's one, you know, machine gun toting uh, security person at every corner, and it does not give the impression of a very safe and secure place. A place that requires that much, that amount of uh, security, um, does not give the impression to a high school student that this is the place I would like to work. Uh, it is extremely important that we come up with some way to, uh, to manage that uh, in the new SMRs, in the new micro reactors. So, we at the University of Illinois in the United States are talking about maybe bringing a new advanced reactor, experimental research uh, reactor to campus. Uh, no re reactor has been built on a university campus in, I don't know, 30 years we need to think about bringing some of these technologies for the you know, purpose of training and, uh, and workforce development to campuses, for example. and the, the first question came up is, you know, what kind of uh, security will be needed? and even from the point of view of commercial reactors, the OM cost, as everybody knows, of these currently operating reactors, the security component of the OM cost has go gone up significantly it is making nuclear very expensive, at least in the United States. So uh, something to think about, um, maybe we can talk about, and I also had some comments about the workforce development part, but we will be focusing on that tomorrow anyway, so I'll skip that. Yes, thank you. Thank you very much. 聞いていただきましてありがとうございますあの本当はもっとご質問を受けできれば良かったんですがあのちょっと時間の都合上ここでえ終了させていただきたいと思いますあの最後にあのぜひ皆様からパネリストあのバレリーさんはオンラインでえっ、ー、と今フランスからということですがあの拍手でお礼申し上げたいと思いますあのよろしくお願いしますどうもありがとうございました 進行をお務めいただきました山口先生そしてパネリストの皆様どうもありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください